私はプラモ大好き、ラジコン大好き、スネキチ兄さんです。こんにちは、スネオです。今日も楽しく戦艦ヤマトを作っていくよ。今日は怒りの改造をするよ。お楽しみに。ところでスネオくん、戦艦ヤマトの怒りの大きさはどのぐらいだと思う？大きいよね。1メートルぐらいかな。なんと5メートルもあるんだよ。幅も約3メートルもある。へえ、すごくでっかいんだね。すごいね。これは実物大だね。この怒りの重さはどのぐらいだと思う？スーパーカー1台分ぐらいかな。違うね。なんと15トンもあるんだよ。15トン？なんとおよそ4トントラック4台分もあるんだ。というわけで今日はその怒りを作っていくよ。まずはキットの怒りを見てみよう。なんかちょっと小さすぎじゃない？スネオくんのチンチンぐらいちっちゃいね。僕は子供だからいいんだよ。重い金属で自作するんだ。鉛がいいと思うね。鉛なら削りやすいし、ナイフでサクサク削れるし、加工もしやすいし、しかも重たいんだ。という間にもうできちゃったよ。さすが兄さん、仕事は早いね。これで結構重さも表現できるんじゃないかな。というところで、タミヤの4速ギアボックスを使って鎖を巻き上げるよ。早速船体に組み込んでみたよ。それではスイッチオン。このように糸巻きのようなもので鎖を巻き上げて怒りを上げたり下げたりするんだよ。へー、すごいね。そのためには怒りはある程度の重さがなきゃいけないから鉛で作ったんだ。へえ、なるほど、勉強になったね。あ、いい感じで巻き上げてるね。出航だ。いい感じだね。なかなかいいんじゃないかな。さあヤマト、怒り下ろせ。ちょっと微調整が必要だけどいいんじゃないかな。なかなかこの怒りは重さも十分でなかなかいい感じだね。重厚感も表現できたんじゃないかな。おお、なんだこれは。大変だ、助けてくれ。助けてー、かかってるよ。怒りも実験もいい感じだね。今度は手法の稼働をやってみよう。なかなか調子よく連動してるんじゃないかな。いい感じだな。おい、なんか忘れてないか。助けてくれ。俺はここにいるんだ。兄さんごめんよ。今から下ろすね。畜生、覚えてろ。いつかギャフンと言わせてやるぞ。ふう、助かった。
それでは異界の実験も終わり、リンさんも無事に戻っとしたところで、今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。あれ？あれあれ？あれあれ？なんだ？